らいからやったんですよ。そう、上等、上等でしょ。これはよくやった。920枚。ここはもうしょぼれんで終わらすわけにはいかねえぞ。上等、上等でしょ。これはよくやった。920枚。やっと来た。ここまで行かなくて。4枚欲しい。まあまあ悪くないっすよ。はい、154枚。悪くないよ。おー、いいねー。取れてきた。え？あ、はいはいはい、はい、バイバイチャンスです。うわー早い。いいの見えてたんですよね。なんかそれが心のモヤモヤになって。1000枚突破。残り172枚。こっからどれだけ頑張れるか。じゃあ行くよ。ボーナスが来い、ボーナス。おい、ほんまに来た、ほんまに来た。追加からです。追加からボーナスでございます。おい、本日2度目のプロマラでございます。はい、さあ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 、30ゲームやろ。はい、これでビッグ終了。370枚。まあ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 です。はい、あー、ラッキーラッキー。これ一番ゲタクさんのどっちかわかんないですけど、ゲタクさんがでもダッシュしてたら全然まくりありうるんじゃないですか。こんなとこで終わらすわけにはいかねえよな、いかねえよな。さあ、キリンのまま。はい、
バビックの 1% いかない。頑張ろうぜ、頑張る。そのお金なくなったらやめてね。え、そのお金なくなったらやめてね。了解です。さあこれで最初のレギュラーされて4点。まだまだ、町長ここも本当に最初の8ゲームが勝負なんで、ハイベル、あー、ぜー、あー、よしよし、あー、よかった。さあ、負け、全然 OK、ついてくれ、いい。いくらいってんの今これで38。ごめん、マジごめん、ほんまごめん、ほんまごめん、マジで。そもそももうお金がないんだって。もうマジでいらんやつです。え、なんだろう、ソファー空いてるし。いや俺マジでこれもう捨てても大丈夫やな。やばい。いや南国まで行った方がいいよ。いやてか南国まで行ったら天井までだから当たるまで行った方がいいけど。いやマジごめん、頑張って。あんたじゃあお前一回ぐらい仕事しろよ。いやもうほんまにすいません。え、あーもう、あが無理、僕もう、いや、それは無理です。仕事しろよ。ほんまに僕無理です。じゃあほんまに無理です。ほんまに感じしてください。仕事して。じゃあほんまに無理ですって。大丈夫、もう終わんないようになってるから。うわ頼むね、もう。5連中でしょ、またそろそろ終わりそうなところで。大丈夫大丈夫大丈夫、まあ本当に本当に終わらせたら吹っ飛ばすか。32まで回していいですか。もうほんまごめんなさい、ほんまごめんなさい。あ、じゃあちょっと一旦お金だけ下ろしてきます。何やってんの。いや、やめて、もう。いや、本当に本当やめて。じゃあでも750円やめて。じゃあカバン掘られる。あといくら、あと2000円だから2000円で1でも何個か、あと3000円。ああ、じゃあ行くよ。3000円やりゃいいですか。おはいまーす。皆さんご一緒のところ見てきた結果、これがまだまだ足りないと。で、ちょっと頑張って出てくれ。よーし、頑張ろう。10枚。お前大事、大臣、うわー、うわー、見えてんのめっちゃいいのに。
さあこの110枚はちょっとなんかでかい魚を逃した感じが。まあ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 でも56枚持てないか。怖いなー。変換オーケー。おー、そうか。頑張ろう頑張ろう。1人抜かれますね。一発終わった。一発終わった。出た。さあ、まあ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 、あの超倍倍入ったにしてはちょっと弱いかなとは思いますけれども、それでも324枚、これで735枚まで出ましたね。1500枚は確定で出ると。強い。まあ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 、35枚がっつりとあった残り枚数も、そうそう、引けた枚数に。760ゲーム2699枚。まあ頑張れた方なんじゃないでしょうか。さあ三軒さん入ったー。うまい。セリーを引くことができたんで、はい、はい、40ゲーム枚数実現2853枚。あー3ゲームで頑張るだけ。待ってくれ待ってくれ。いいか。左に行くと右左に行くと、何でかは分かりませんが行きましたね。左に右これはいるやつ、これはいるやつ、間違いない。あーもう絶対ブルブルなるやつですね。ブルブル。うわっ、デカプッシュきたー。はい、はい、さあ今日は帰れないかもしれないですね。超バイバイです。超バイバイで161枚、納得はいってないです。あー、それですよ。3210枚。3210。待ってくれ。まだいたりしないっすよね。待ってくれ。そんなことダメと。今日は AT 終了後、まあ、怪獣の儀があるか確かめたい気持ちはあるんですけれども、まあ、タイムアップとなってしまいましたので、ここでやめて出玉流したいと思います。3923枚。こんだけ出して逆転してなかったらもう知らないです。もうここは頼る者がいない、もうへきちだと思うよ。銀行もない、友達もいない。そうですね、そこでもう帰りの電車賃もないない、もうその状況でね。
これもあれ加勢しようか、演技に加わろうか、どういう演技、どういうドラマが、俺は何になればいい、あだから状況なんとなく、あじゃあ海辺、はい、海辺のホール、漁師、あ漁師ね、どうしたんですか、連中終わっちったよ、兄ちゃん、まあでも、いやでもまあ、ね、お前見ねえ顔だな、いやちょっと旅打ちしてまして、旅打ち、はい、あの全国ちょっと回ってやってるんですけど、もう残りが、えお前初めてか、ここ初めてです、初めてのホールか、はい、お前挨拶できないか、あすいません、初めまして、初めましてじゃねえか、いや初めまして、なんですよ、ここのホールは、はい、よそ者はコーヒーも大挨拶作る人が決まってんから、もう金こんだけしかないんですよ、もうお金こんだけしかない、じゃあ、お金もこんだけしかないですよ、でもあとちょっとで、じゃあ財布してみろお前、財布してみろ、ちょっとやめてください、人の財布、警察呼びますよ警察呼びますよ、あと25枚で54ゲーム、24ゲームプラスアルファ、マーサー頼む、入ってるよ、どこなんとかしたら、俺も222あ、すげえ、あー、3枚目の下がった、あ、行きます、じゃない、ああよかった、でも初当たり取れてよかった、いきます、はい、レギュラーボーナス終了で、もう飛翔モードとかもそんなどうでもいい、もうとりあえず32ゲーム以内にぶち当てりゃいいだけなんで、じゃあ兄ちゃん俺先上がるわ、あどうもありがとうございました、 ありがとうございました、まだ、ああ、はい、お疲れ様でした、そうした、第4戦目が終了したわけですけども、はい、まあ、結果の方からどうぞ、ほんまに申し訳なかったです、すいません、もう痛恨の極み、あのマイナス2050枚行きましたね、それはちょっと気悪いな、ほんまに申し訳ないです、乗り打ちやったらよかったのにな今日いやじゃあ、なんやろ、あの乗り打ちやから、あの調子乗ってここまで行ったとかそういうわけでもないけど、うん、けど乗り打ちじゃないのって今すげえ思っちゃったで、そういうことなんやろうな多分、そうや、ね、乗り打ちやから調子乗んなよみたいな、多分そういうことなんやろうな、うん、乗ってたやろな、どっか、いや乗ってないわ、まあでもあんま攻められないですね、俺もマイナスだったんで、レンちゃん2回行ったんですけど、はい、2回目まあ、はい、伸びず、伸びるかなと思ったら伸びず、そうですね、ちょっとだけ出てましたよね、ちょっとだけっていうかそこそこ、そうです、なんでマイナス1000枚弱ですね、950枚ぐらいですね、すいません、よし2人合わせ3000枚ぐらいのマイナスで、さすがに今回負けたでしょうと言ったところで、そうですね、ちょっともうほんまさすがにテント欲しかった、ちょっと待ってくれ、私投資が700枚の回収が3900枚ぐらいなんでプラス3200枚でございます、おということは、はい、プラス、プラスだな、プラスですか、プラスよね、さすが剛腕次郎、いやもうスカイをかわしましたね、よかったっていうか、そんなに負けたと思ってへんけどもっと浮いてると思ってたじゃあほんまにごめんじゃあほんまに申し訳ない、いいよいいよ、それはしゃあない、ほんまに申し訳ない、すみません、いや
る時もある。スロットって恐ろしいものですね。はい、で結局あの、はい、10人分のテントをあの二郎さんのおかげで、はい、二郎さんと、いや、魚拓さんが粘ってくれた、はい、粘り腰の魚拓そして決め打ちの二郎決め打ちの二郎だっけ俺決め打ちしてた違うで剛腕の二郎とかで行くだそっちがいい、うん、決め打ちしたわけじゃない、だからね、ちょっと二つなっていうんですか、通りなっていうか、なんかそういうのがつくわけですよ、 お二方、まあ、とりあえずね、じゃあ次回はお二方をあの僕が引っ張っていけるように、はい、で二郎君と魚拓さんにありがとう、留吉がいてよかったって言われるように、そこまで言うんだったら、じゃあお前の指示通りの台を打とうか、次は久々にね、うん、いや、それはもうやめよう、お前はあれのこの台を打てって指示してるじゃん、いや、それはもうやめときましょう、もうほんまに、ほら、なんかもう目が怖いんすよ、こいつもうすでに、いや、従うよ、それは、だって1ヶ月はかけて仕上げてくれんやもん、兵隊になるよ、うん、回すだけの機会、うん、隊長、もう兵隊です、俺どうすか、あ、じゃあほんまに乗り打ち軍団の親みたいになってる、ああ、もちろん、出資も全部富木さん、あ、出資俺がすんの怖いな怖いな、それ、いや、まあまあ、でもとりあえずそれぐらいの気持ちでね、あの仕上げてきますんで、あの、はい、交互期待、はい、来月の富木に、はい、はい、というわけでね、二郎君のおかげで今回も勝ててよかった、ご褒美に締めてください、いや、いいですいいです、そんなご褒美いらないです、いや、じゃあ締めご褒美制やねん、あ、そうなん、 MVP が締めるんですよ、そうだったっけ、そうなんですよ、そうなんですよ、今まであった、そのだからなんか自然な流れで締めみたいな、あ、二人はそう思ってくれてんねん、あ、まあいいっすよ、締めて、うん、MVP やし、富木さんが一番活躍してたよ、養分あればこそっすよ、あ、うん、今日は二郎が輝いたのは俺があればこそ、そうあ、でもなんか聞こえはいいですけどね、ほんまに、まあ、影があるからね、光も生まれる、はい、あ、いいこと言うな、二郎、ありがとう、大好き、はい、というわけで、次回のヘブンズドア、ね、何がかかってるかわからないですけど、ぜひ感じましょうね、はい、はい、というわけで今日一日皆さんどうもありがとうございました、さよなら。